2017年12月13日18時27分です。よろしくお願いします。はい、ワドツー、ひなちゃん。ワドツー。寒い。なんかビーフカレーうまい店ないかな。はい、こんばんは、ヤナラッキー。お、謎の女だ。謎の女さん、久しぶり。ワドツー。最近放送やってなくない？謎の女さん。お客さん早く返してくれた。よかったじゃん。メガホンここありがとう。ありがとうございます。よかったね。まあ、終わったから早くいいよっつって。お疲れ様。お、バーガー2個ありがとう。ありがとう。あ、よかったね。よかったね。いいじゃん。寒くなったね。寒くなってきて。寒いね。初見さんいらっしゃい。よろしくお願いします。あ、大丈夫っすよ。全然。寒さ耐性は強いんで大丈夫です。ガンジーっていうお店知らない。わかんない。歌舞伎町？わかんないな。首痛い。何屋さん？ガンジーって。何屋さんなの？へえ、新宿三丁目か。遠いな。あ、カレー食いてえな。ビーフカレー食いてえ。ビーフカレー美味しいんだ。行きたいな。三丁目はでも遠いよね、ちょっとね。なんかビーフシチューみたいなゴロゴロのでっかい肉のビーフカレーが食いたいな。腹減った。ああ、まさにそれなんだ。いいじゃん。とろっとろのね、柔らかい。いいね。まさにそれか。
ああ、いいじゃん、いいじゃん。うん。いや、うまいものだったらいくらしてもいいよね。うん、値段に合ってれば。いいじゃん。ココイチビーフ少ないの？ココイチはね、俺ね、チキンカレーとか、普通のノーマルのカレーにトッピングする感じだから、ビーフカレー食べたことない。ビーフがたっぷり入ってるカレーがいい。20円のカレーね。あ、ありがとう。ありがとう。あ、うまそう、ここ。あ、いいね。いいね、ここ。マジか。これうまそう。へえ。あ、絶対うまいやつじゃん、これ。へえ。絶対うまいね、これね。やば。仁義なき俺さんいらっしゃい。80万には一歩手が届かない。いや、でもね、人気商売なんで、いつダメになるか分かんない仕事なんで、あれっすよ。へえ。はいはいはい、魔法のランプみたいなやつね。 あ、これか、違うわ。へえ。あ、うまそう。わ、ここ行きてえな。そう、寒いね、カスピンね。風邪ひかないように。カレーはね、俺も自分で作った方がうまいんだけど、時間かかるから無理だわ。ホテルオークラのレトルトカレーもらって食ったけど、うまいと思わなかった。ホテルのカレーはまずいって有名だよ。ホテルって子供から大人まで食べられるものを作らないといけないから、辛くできないっていう欠点があるの、ホテルのカレーには。だからね、ホテルで出すカレーはうまくないっていうのはカレー好きの定説。うん、そうそうそう。辛く作れない。誰でも食べられるものにしないといけない。スパイスが尖らないと美味しくないじゃん。そう。大倉はっていうかね、ホテル料理人はそういう宿命だから。そう、スパイス系の料理はね、向かないの、ホテルの料理だから。甘めのカレーが多いんだよね。レトルトカレーはね、業務用のカレーがうまいよ。え、毎回違う味になるの？俺ならねえな。うん。そう、エッジが効いたのは個人店がいいから。で、エッジを効かせてなんぼだから。カレーっていう料理は。あ、結構ね、甘くはなかったけど、確かに無難な味。うん。そう、辛すぎないというか。あー、うまいね。うん。俺、ターリー屋によく行くんだけど、ターリー屋っていうカレー屋さんがあって。インドカレーが。のんちゃんともよく行くよ。てか、のんちゃん今日来ないのかな？来ないんだったらご飯食べちゃうけど。来るんだったら一緒に待ってるけど。のんちゃん今日来ないのかな？
いいね。でも日本のカレーはほら、インドカレーとはまた別の食べ物だから、インドカレーはね、美味しいよ。あのね、なんて言うんだろう、ナンが焼きたてで美味しいのよ。ごめんね、美味しいしか出てこなくて。甘いパンみたいな、もっちもちの。カレーが合うんだよ、インドカレーが。インドカレーはほら、寝かさないよね。寝かして美味しくなるような、あれがいいんだよね。インドカレーも美味しいけど、今日はビーフカレーの、日本人の作るビーフカレーが食べたい。バター塗ってあるの好きだね。何にもバター塗ってあるし、バターチキンカレーとか好きだから、バター好きだよ。大好き。っていうか、ナンはバター塗るよ。ナンは絶対バター塗る。だから日本人がカレーだって言ってる、インドカレーって言ってるけど、カレーっていう食べ物ってない。カレーしかないっていうかね、調理法なんだよね、あれ。だから、インド人がカレーを食べると、これなんていう料理って言われる。だからスパイスで何かを煮込む、どのスパイスで何を煮込むかで名前が変わるんだよね。あ、そうなんだ。ひまわりの油のとこもあるんだ。それ食べたことないな。俺バターしか食べたことないわ。ラッシーが美味しいんだよね。ラッシーが。いや、定食でカレーとナン食べ放題で730円のところだよ。730円。らしい、太るね。うまいよね。カサさん、バーガーありがとう。ありがとうございます。安い安い。ランチタイムだと500円か600円で食えたはず。500円だったかな。デジタルやん料理の方がうまかった。あ、そうなの？でも大阪って安いイメージあるけどな。 ちょっと待って、ココイチのビーフカレー、びっくりしたわ。今さ、ココイチビーフ少なくない？って言われたけど、公式ホームページ見たの？ビーフカレーでビーフ2個ってすげえな、これ。すごくない？なんか、もっと盛るじゃん。俺なんか逆に好感度増したんだけど、ココイチのビーフカレー。え？いや、なんか正々堂々としてるっていうかさ、盛ってないじゃん。俺好感度上がったよ。いや、ないとかさ、いや、ココイチのビーフカレー、ビーフ少ない、くないって言ってたから、あ、そうなんだと思って、確かに少ない印象だなと思ったけど、公式のホームページでビーフ2個っていうのは好感度上がるよね、これ。なんか、いや、少ないっすよ、みたいな。おお。いや、すごいよね。
あそこも美味しかった。あ、西成はまた別でしょ。あそこはだからもう治外法権っていうかさ、日本で唯一あるスラム街でしょ。スラム街っていうか、なんて言うんだろう。もう西成の文化あんまりよくわかんないけど、ちょっとまた別でしょ。西成は。西成がどれくらいの広さでとか、どういう歴史があってってあんまりわかんないけど、なんか配信者のやつとかを見てる限りだと、なんかこう、日本で唯一存在するスラム街って感じがするな。なんか好感度上がったな、ここ一は。逆に、なんか、いや、ね、この値段で売るんだからこれくらいが限界だよ、みたいなさ。あ、正々堂々と勝負しててよかったな。好感度が上がった。カバの歯じゃねえかっつって。ココイチご飯の量が多いんだよね、すごい。今日のんちゃん来ないのかな。ご飯食べ行こうかな、じゃあ。コチンニバース。全然行かない。チェーン店ばっかり行ってる。わかんない。コチンニバースが。これ西新宿5丁目だよ。近いのかな？嘘。あんまりなんか個人店行かないんだよな、俺。探索しようかな、この辺の。西新宿のインド料理屋。おー。ああ、あそこかな？丸越の近くかな？あ、今見てる見てる。あ、わかるかも。家近所だわ。目の前だね。ああ、家近い近い近い。うん。今日の気分ではないね、確かに。なんか鍋でもやろうかな。鍋でもやる？鍋雑でもやる？鍋雑。鍋雑。ランハゲさんリスペクト。いや、鍋屋配信の伝道者は、やっぱりランハゲさんでしょ？ランハゲさんだよね。一番トップにいるのは。ランハゲさんだよね。生活保護ではないです、僕は。
ハンドガンどうでした？ハンドガンどう？お、P90 っていうの使ってるけどいいっすよ。あ、じゃあ PX4 だ。東京、まあ、どれくらい都会か見ます？窓開ける。ちょっと待って。こんな感じですよ。家の窓開けますね。こんな感じかな。こんな感じ、外は。よく伝わらねえよな。寒いね。閉めよう。昼間だったらわかるかもしれない。夜だから。あ、いえいえ。俺の住んでるところは、なんかこう、外れなんですよ。なんて言ったらいいのかな。西新宿がある。西新宿、都庁とか、高級ホテルがいっぱいあるところで、そう。で、俺は神田川の方なのね。で、神田川を越えると中野になるし、左側に行くと渋谷になるっていう、その、西新宿のさらに外れの中野と渋谷の県境、区境か。ささだから、いや、毎日イルミネーションだよ。ほんと。田舎者のさ、俺からすると、もう、ピッカピカだよ。ささやかなどころじゃないよ、もう。散歩したらもうキラッキラだよ。びっくりするよ。高層ビル群。だ中野の方から新宿見ると、ビルがブワーって生えてんの。日本で一番高いタワーマンションもできたばっかりだから、ボワーみたいな、すげえな、みたいな。いやー、俺は田舎生まれだから住みづらいな。いやー、よくないよ。大阪とかの方が俺は可愛いと思ったね。通天閣めっちゃ可愛いじゃん。通天閣めっちゃ可愛いよ。僕は成田っすね。新宿じゃなくて成田。ラストラーダっていう蕎麦屋さん美味しい。へえ。家賃なんぼ？ 6 万。ワンルーム、ユニットバスで6万。7畳ぐらいかな。7畳あるのかな、この部屋。タワーマンション俺も住みたいとは思わないな。一軒家がいいな。安いっつうかボロアパートだもん。あ、そうなんだ。今埋もれちゃうんだ。あ、そっか。ハルカスの方が高いか、でかいか、全然。通天閣の感じなんかすげえ良かったよ。これ大阪は結構住みやすいんじゃないかと思うけどね。いやー、俺もタワーマンションっていうか、なんか高いところに住みたいと思わないな、別に。そう、値段的な高さじゃなくて、そう、上の方に住みたくない。怖い。まあでもね、すげえ景色が綺麗なんだろうな。なんかその60階建てのマンションだっけな、なんかとんでもなく高いんだよね、高層マンションが。いやー、全然狭いよ。ワンルームだよ。配信部屋みたいなのがあると本当はいいんだけどな。めちゃめちゃ狭い、俺の部屋は。あ、ビリケンさんだから足ツルッツルだもんね。すごいよね、ビリケンさんの足は。ビリケンさんってあれ神様なんでしょ？何の神様だか分かんないけど。のんちゃんネタっぽいな。LINE 返ってこない。
願いが叶うんだ。へえ。足触るぐらいで願い叶えてくれるって安い神様だな。金運の神様なんだ。あ、まあ金色だもんね。ビリケンさんかわいいよね。ね、もともとそういう神様がいたの？それともなんかゆるキャラみたいな存在なの？あれは。もともと本当にビリケンっていう神様がいてなのか、そのご当地キャラとして出てきたのか、ちょっと発祥がわかんないんだよね。展望台行くのに700円取んの？おー、まあまあまあ、取るか。東京タワーも撮ってるかな。東京タワーが最高にかっこいいと思ってて、スカイツリーとか全然グッと来ない。東京タワーのかっこよさはマジでかっこいいよ。東京タワーかっこいいよね。今何代目なんだっけ？カラーリングが変わってる。スカイツリー、まあ、でかいけど、なんかかっこよさはない。正直かっこよくはないね。かっこいいのは東京タワー。本当にかっこいい。ライトアップされてる東京タワーはね、もうたまんないよ。登った？あれをね、あの時代に作ったんだからすごいよな。すごいよね、日本の職人さん。下で釘を焼いて投げてたんだっけ、下から。骨組みを下から見上げるのがいいですね。おお。俺は中行ったことないんだよな。東京タワーもスカイツリーも登ったことないな。へえ。昔は母親が言ってたけど、船橋まで見えたらしい。船橋は市川ら辺まで見えたのかな。なんか東京タワーが追っかけてくる、追っかけてくるって子供の頃言った記憶があるっていう。いつまで経っても東京タワーが見えてたんだって。だから高層ビルがなかったんでしょう。だから街並みもだいぶ変わってるんだろうな。蝋人形。蝋人形。へえ、何の蝋人形があったの？ え、何？東京タワーに蝋人形って何？なんで蝋人形があんの？え？あ、ありがとう。ハートありがとう。あ、俺のこと好きなの？やけどするよ。あ、のんちゃんから連絡来たかな。
ろう人形館があんの？東京タワーの中に？嘘でしょ？ いや、本当に？東京タワーの中にろう人形館があるの？あれ、のんちゃん。のんちゃんが激減らってる可能性があるから電話する。もしもし？い配信中だからやだ。や、配信中だからやだじゃなくて何を好きにしたらいいって。だって自分が言ったんじゃん。何が？何を言ったの？自分の好きにさせろって言ったじゃん。自分、そういうことではなくて、じゃあ、のんちゃんが今日家に来るんなら一緒にご飯食べるから、今日家に来るの？って聞いたら、好きにしたらいいって返信が来たから意味がわかんないっていう。言ってる意味わかる？もしもし？ご飯をのんちゃんが俺の家遊びに来るなら、一緒にご飯食べるから、ね？のんちゃん今日家に来るの？って聞いたの、俺は。行かない。うん、わかった。はい。かないって。2、3階の建物の中にあるんだ。はい、ケイトいらっしゃい。博物館があるんだ、本当に。へえ。なんでそんなところに、ろう人形館作ったの？あ、当時最先端だったんじゃないの？その見せ物として。多分。ろう人形が、なんつうの、すげえんだったんだろうね、多分ね。当時かっこよかったんだろうね。世界最先端の、要は今で言うなんかこう、VR の博物館みたいな。地方から来た人が東京タワー見に行って、で、楽しめるみたいな。多分そういうノリだったんだろうな。40年前。今おいくつなんですか、ヌメさん。40年前に見に行ったって。大人、そうだね。若い人はあんまり俺の放送好きっていう人は少ないかもしれない。もうほとんど30代以上だね。まあ 3D の感覚なんかもね、当時のろう人形は。はい、買い出し、お帰り。ご飯買ってきたの。やだらっき。ああ、俺の上だ。まあまあ、30代以上だね。俺のことを見て面白いと思う人は。若い人は全然ウケないよ。まあ、若い人にウケる配信あんましてないもんな。
今日焼きそばだ。いいね。焼きそばいいね。焼きそばいいな。ビールかけないでね。10年さばよんねんの。通用するのそれ。すげえな。だって34歳が24で無理がない。絶対に無理があるでしょ。野菜たくさんで、いいね。あ、童顔なんだ。まあまあまあ、通用するんだろうね。でも24と34って、あ、まあ、のんちゃんも若かったかな、わかんなかったかな。まあまあまあ、いけるんだろうな。まあ、話したらバレるよね。10年か。ななさん、お疲れ様です。いらっしゃい。矢野ラッキーは30代とかじゃないの？わかんないけど。で、なんで女の人って若く見られたいの？もうそれがわかんないんだけど。男って年齢ごまかさないじゃん。なんで女は年齢ごまかすんだろう。それがよくわかんないんだよ。30代でも40代でも綺麗な人綺麗でしょ。だって20代でもブスいるだろう。なんか年齢が若かったら綺麗なわけではないでしょ、別に。ねえ、年を取るっていいことだと思うけど。なんで若く見られようっつうんだろう。私は開き直ってますが、年齢。ねえ、普通に隠さずやればいいのに。私もハードル上がるから、ねえ、実年齢でやりたいでしょ。だって、その、ねえ、相手のリアクションとか一回一回、アラフォーってことは30代後半か。32歳の俺が26歳ぐらいに見られた。へえ。千里っていう小手半なのに32歳の俺があって設定大丈夫？設定がコメント欄で崩れてるけど大丈夫？そっちの方が俺びっくりしてんだけど。千里って言ってずーっと女キャラで俺と付き合ってきたのに、42歳の俺がって書いちゃってる。そっちの方が俺びっくりなんだけど大丈夫？キャラブレてない？俺そっちの方がびっくりだよ。きっと腐りかけのバナナに需要があるの分かってないんだよな、世の女性。っていうか、スカウトマンとかの有名な格言があるんだけど、売れない女はないっていう格言があるの。デブだろうが、ブスだろうが、キチガイだろうが、メンヘラだろうが、なんだろうが、すべての、女性であればすべての需要があるって言われてんの。あ、矢野ラッキー40代なんだ。アラサーじゃないじゃん。大丈夫かなっつって。あ、そう。まあ、本人がいいんならいいけど。ほのかの枠がすごいことになってる。ほのかって誰？そういう売名やめた方がいいよ。すごいことになってなかったらブロックね。ロックオンしとこう。ほのか。なんかそう、こういうリスワンゲームうぜえよな、本当に。なんか、その、ほのかっていう人を押してるのかどうかわかんないけど、はい、すごくなってない、ブロック。なんか本人のために良くないのに分かってないよね。はい、ブロックです。絶対そう思わない？なんか囲いってバカだよね。
箱行ってバカで、こういうさ、安易なさ、売名とかさ、誘導とかやったらさ、配信者が苦しむのに、なんでこういうバカなことやんの？だからリスワンゲーム、嫌なんだけど。ウブロいらっしゃい。こんばんは。ペコ。テンション上がったの、ペコ。楽しいな。どうしたの、二人で。仲良しなの。会話してんの？会話してんの？シャカとペコがなんか話し合ってるの。仲いいと嬉しいんだよ。仲良し。スポーツしてたら若く見えること多いですね。あー、まあドレさんとかも劇的に若いかんな。俺、いまだに違和感あるもんね。ドレさん54歳っていうことに。40代で全然通用するかんな。そうだよな。ドレさんって50代なんだよな。54。すげえな。驚異的だよね。若いよね。驚異的でしょ。だって43とか言われても、おお、まあそれくらいかって思うよ、普通に。40代前半で、下手したら40って言われても気づかないかもしれない。さすがに30代はないかとは思うけど、30はないな。金梅さんとかとタメって言われても嘘だろって思うもんな。でもまあ40代前半ぐらいだったら通用するよな、あの人は。本人はそんなことないとか、シワがどうとか言うけど、あんま気になんないよ。スパーリングの人じゃ、スパーリングの人っていう例えが、そうそうそう、スパーリングの人。でっかい人は筋肉ムキムキの色黒の、あの人は54歳今。すごいよね、驚異的な身体能力だよね。さっきのお客さん、ドレさんにそっくり。それドレさんだったんじゃないの？ねえ、プップクプーって言ってなかった？大丈夫？似てたんじゃなくてドレさんだったんじゃないの？ドレさん歌舞伎町の風俗行ってるんでしょ、多分。大丈夫かな。ゆいがさんも40？まあまあ、ゆいがさんは年相応でしょ。言ってません、言ってなかった？プップクプーって。ありがとうにゃんって言ってなかった？いや、ドレさんすごいね。俺だって54であの若さ保てるって思わないもん、自分で。なんかペコの歌のパターンがどんどん広がってってるな。すげえな。ありがとうって普通に言ってた。じゃあドレさんじゃないね。ドレさんありがとうって言わないから。ペコかわいいよ。確かにすごいね。50代でプップクプーっていう、すごいね。カトペコがなんか喋ってるね。今日仲良しだね。
おー、シェグボンさん、ありがとうございます。アイテムありがとう。どれ、ホームレス配信近いね。そう、俺より稼いでるでしょ。近くないでしょ。大丈夫だと思うよ。多分大丈夫だと思うよ。いやいや、実際会ってるけど本当に若いよ。実際若い。実際若い。実際若いっすね。それはもう間違いなく若いよ。いや、下。え、嘘。俺より下なの、今。え、ドルさんが？マンスリー？え、マンスリー俺より下なの、ドルさん。マジで言ってる？え、なんでそんなことになったの？ 100 万近く稼いでたじゃん。ちょっと面白いな いや、97位で俺100位だよ。いや、俺100位だもん。まあ、全然食っていけるよ。大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。全然余裕。大丈夫です。なんでそんな、ドルさんも全然花火上がんなくなってんの？まあ、裏でもらったりしてんじゃないの？わかんないけど。大丈夫っしょ？あんだけリスナーいいんだから、俺の5倍ぐらいいんでしょ？ 5 倍もいないか、4倍ぐらいいるんでしょ？大丈夫っしょ？全然食っていけると思うよ、ドルさん。シグボンさん、ハートありがとう。ドルさんな、ちょっと家賃高いかな。俺6万だけど、多分ドルさんの方が家賃高いでしょ。六本木だから。あと、ジム通ってるから。そう、俺より稼がないとやっていけないわな。六本木じゃないの？あの辺でしょ？多分。わかんない。六本木に住んでるかどうかわかんないけど。都内で6万。まあまあ、ねえ。まあ確かに。新宿で、この立地で6万は住みやすいですね。保険証会社から電話来てるの？なんで家賃払っておかなかったんだろうね。なんだろうね 大丈夫。まあまあ、人の生活だからさ。人の生活だから、あんま気にしないことだよ。
6万ね、新宿で6万安いけど。更新料が払えないの。ああ、更新の時期か。まあ、それは詰められるわな。俺も先月更新して、更新料払ったよ。メガホンのせいで順位が上回ってる可能性あるの。正直言うと、今までは、だいたい0、7がけぐらいだったの、手取りの給料が。ただ今はもう、わかんない。収入がわからなくなった。要はメガホンが上がりまくってる。要は今3位の人誰だっけ？四国の配信やってる人。あの人メガホンだけなんだよ、ほとんど。メガホン爆投げ系なんだけど、もう人の収入がわからなくなったね。いや、メガホンって1円も入らないから、メガホン1枠で数万個もらってる人とか収入全然ないと思う。金の使い方下手なのかな？どうなんだろうね。だから、もう人の収入がわからなくなった。手取りの。昔はね、だいたい7割ぐらいで、そう。大体掛け算して、アイラに答え合わせしたんだけど、今400数十万でしょっつったら、ぴったりって言ってたから。今はもう分かんなくなったよ。人の収入が全然分かんない。だから、自分の収入は分かるけどね。あ、メガホンはそういうフェイクアイテムなんだろうな、多分。まあ確かにね、収入が分かる状態って危ないもんね。マンスリー見たら収入分かってたのがおかしいんだからね。人によるって感じだ。もう今は。マンスリーが高くてもお金が入ってるのは限らないね。配信業大変っすよ。だって明日の保証ないんだもん。みんなが花火上げてくれなかったら本当に死ぬんだもん。ただ単に文字通り。文字通り死だよ。アイテムくれなきゃ終わりだもん、俺ら。アイテムなかったら、俺ら死んじゃうんだぜ。リスナーさんがアイテムを投げなくなったら、ありがとう、ヤバゾ。ありがとう。ただのアイテムありがとう。シゲポンありがとう。繰り返すよ。定期的に繰り返すから。ありがとう、ひなちゃん。ハートありがとう。だいたい金の話をしだしたらアイテムよこせってことだからよろしく。金とアイテムの話をしだしたらアイテムよこせアピールだからね。ありがとう、ヤナラッキー。ハートありがとう。わかった、やるよ、つって。ありがとうよ。ありがとう。ありがとうよって言い方や。なんか噛んだらありがとうよって言っちゃったよ。エア花火。トモさんいらっしゃい。エア花火じゃなくて本当の花火がいい、トモさん。エア花火が一番傷つくんだよ。責任持って本物の花火頼むよ。間を置いてやれ。そうだね。間を置こうね。30分か1時間に1回ぐらいじゃないとね、やっぱりね。またその話かってなるからね。あ、矢野ラッキー、ハートありがとう。最近似てない。ゆいださんの放送見てないから分かんなかった。アイテムありがとうな。あ、似てないな。トモさん、ハートありがとう。コメントのエア花火はいらない。そう。1円の足しにもならないから。お客さんにチップもらったら花火あげますね。あ、ありがとね。チップとかもらうことあるんだ。
3万だっつって。へえ、お釣りくれたりするんだ。あ、ありがとう、ぬめさん、ありがとう、は、風船ありがとう、あざーす。お釣りくれんだ。まあ助かるよね、チップはほんと助かるよね。はい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 、嬉しいね。嬉しいよな。ねえ、アメリカとかさ、アルバイトの時給安かったりするけど、チップをすごいもらえたりするじゃん。資本主義をちゃんとやるんだったら、日本社会とかチップ文化にすべきだと思うんだよね。まあ日本は無理か。チップもらわないのが美徳って文化だからな。でもここまでもうアメリカっぽくするんだったら、チップ文化にすべきだと思うんだよな。値段にもうチップ込みだっていう考え方が日本人的な考え方。うん。だけど、アメリカ人は、その、自分よりも所得の低い人、いや、子供であれ、何であれ、自分の用事でサービスをしてもらったら、チップをするのが当たり前っていう感覚だ。いや、店の搾取じゃなくて、その人に何かいいサービスをしてもらったら、いいサービスっていうか、サービスそのもの、いや、子供に対してもお小遣い、あの要はチップを渡さないで何かをさせる、買い物行かせるとか考えられないの。子供であっても人間だから、要は奴隷として扱ってることになるの、それを。その子供に買い物行ってきてって虐待に値しちゃうのよ。そう、うん。あ、ナイトさんハート20個ありがとう、うん、そう、よかったよって言われて1万円もらった時は嬉しかった。あ、すごいね。よっぽど良かったんだろうね。よっぽど良かったんだろうね。そうそう、給料超えるよね、ケンさんね。ケンさんいらっしゃい。すごいっつって。うん。なるほど。まさに競争働かない。うん。こんばんはしてないですよ。聞いてない、聞いてない。大丈夫。聞いてない、大丈夫。ワドはモグゴリのオファー断ってる感じ。一回だけ来て、立ち上げの頃、オープニングの最初の1週間だか2週間だか忘れちゃったな。オープニングの最初の月のあのモグゴリオファーが来て、で最初はやるって言ったんだけど、自分の放送できると思ってたの。そしたらダメっていうことが分かって、でお断りした次の日、うん、そんな感じ。飛車ってことですかね。なんかそのアメリカ人のやってることで理解できないことっていっぱいあるっつうか、要は今の日本ってアメリカの制度を押し付けられてるの。例えばその一つに民主主義っていうのがあって、その国民が国民主権って教わったじゃん。国民が国の主権を持ってるって考え方とかあるじゃん。あれってもうアメリカ人に押し付けられたんだけど、アメリカっていう国はどういう風に成り立ってるのかっていうのを理解しないといけなくて、その迫害されてたクリスチャンの人たちが新天地を求めていろんなところから奴隷引き連れて戦争、インディアンを皆殺しにして作ったと。
で、移民の国でしょ。いろんな移民がアメリカの土地をこう、インディアンから奪っていったわけ。で、今度、51個の国、州が、50個近くの州ができて、で、南北に分かれて戦争をしたと。で、最終的には合衆国って言って、その、国が生まれたわけじゃん。だから、その、アメリカの軍隊が持っている銃よりも、はるかに民間の人、普通の人が持ってる銃の方が多いんですよ。何十倍も持ってんの。で、それは、修正憲法第2条って言うんだけど、アメリカ人の憲法の中に、武装する権利っていうのが保障されてんの。要は、あの人たちは自分たちで国を、先祖代々の人が勝ち取った国だから、国よりも国民が偉くて、政府が悪いことしたら、アメリカ国民全員が暴徒とかして、銃を持ってアメリカ政府を撃ち取る権利っていうのを持ってんだよ。だから民主主義なの。それを込みで自由とかなの。民主主義とかの発想なの。でもまず日本で、民主主義っていうのはもともと殿様がいて政っつって特権階級の偉い頭のいい人たちが政治を動かした方がいいって言って国民の農民であったり武士とか分けてたわけよ。だから俺ら政治に関心がないのは国民性だったりするのよ。もともと勝ち取った国じゃないから。そう。っていうのはあると思ってる、俺は。だから奴隷っていう文化があって、そこから自由を勝ち取ったわけじゃん。その黒人さんとか。だから、その、ただで人を使うっていうのは奴隷だって発想なのよ。あと、ありがとう。そう、子供であれ、何であれ、その人権っていうのをすごく重んじるから。でも、その民主主義であったりとか、その資本、なんつうの、資本主義であったりっていうのが戦争をがっつり入ってきたわけじゃん。だから今その日本が抱えてる問題っていうのは、結構そのアメリカに押し付けられたけど、実はもともと持ってた国民性とのズレが起こって、こういう歪みが起こってる。だから日本なんか一番拝金主義になったら一番やばい国だと思ってんの、俺は。だから今それが起こってるじゃん。あ、いってらっしゃい。はいはい、いってらっしゃい、頑張って。とは思うよ。いやいや、振りがあったら、今いるリスナーさんが求めてる、どんな話聞きたいっていうのは、振りがあったら必ず答えるからさ。市の交渉制度を未だに引きずってるのもあるとか、いやいや、市の交渉制度は未だに引きずってないと思いますよ、僕は。っていうか、誤解をされてるんだけど、市の交渉っていうのが身分差別だっていうふうに教わってるけど、絶対違うんだよ。むしろ、日本人の、例えば農民って、下の階級ではなかったので、ね、役割分担をしてて。で、もっと言うなら、その、今 DNA、物資とか全部混ざっちゃってるから、日本人なくなったんだけど、もともとの、その、お米のなんか、消費をうまくエネルギー転換するように農民ってなってたんだよね、確か。なんか、そういうで DNA 持ってたはずだよ。今失われちゃったんだけど。だから、その日本社会全体で役割分担。だから俺は階級制ありだと思ってんの。日本社会においては。階級制復活した方がいいと思ってる。だから国民にサイン、コサイン、タンジェント全員に覚えさせる必要はないっていう。なんか、その、なんだろうな。それよりも幸せになり方、その、教えるべきっていうかね、変な話なんだけど、差別ではないんだけど、どうして。国民全員が、その、なんていうのかな、その、土地の図面を引くような計算方式を俺は必要だとは思わないかな。それよりも幸せになる価値観とかを教えてあげた方がいいんじゃないかとは思う。
難しい話だよな。それはだから差別だとは思ってはもらいたくないんだけど、官僚になれないものは落ちこぼれなんていう教育にもなってますか。いやいや、それは捉え方で、日本の官僚に、いや、本当に頭いい人、今官僚にならないですよ。本当に頭のいい人は今官僚にならない時代だから、それもまずいと思ってんだけど、もともと官僚を選ぶ仕組みだから、あれは。ね、日本の大学制度なんか。ではまあ、めちゃくちゃになってるんですよね。だから、学校の先生とかが典型的な例で、頭のいい人とかが、つく仕事ってあったじゃん。官僚であったりとか、学校の先生とか。だから、子供の親が学校の先生より頭悪かったからリスペクトされてたんだと思うの、学校の先生。今、公務員になる学校の先生よりも、いい大学に出てるからバカにされてる。で、親がバカにすると子供はリスペクトできないから。だから、ぐちゃぐちゃになっちゃってるんだよね。っていう部分はあると思う。昔の学校の先生が、先生として尊ばれてたのは、やっぱり、親よりも学歴が高かったっていうのがあるんだと思うんだよな。逆に超優秀な人が官僚になる？今の時代で。ないと思うんだけどな、俺。そう。だから、超劇的な競争社会にして、不幸になってるっていうか、能力のない人に、能力のない人に、を能力をあるようにするようにするのは良くないと思ってる。名誉肩書きが欲しい人はなる。だから、ビッグボールさん、だからまさにそれが答えで、名誉さんの質問がもう答えの。名誉肩書きが欲しい人はなるでしょうって、優秀な人がなるって書いてないじゃん。でしょ？本来、日本の官僚になる人たちっていうのは、日本のもう本当のトップ中のトップしかならなかったんだよ。なれなかったし。でも、頭のいい人が、ならなくなってるっていう。価値観がずれちゃったんですよね、慎吾さんね。俺はもう日本変えるのはもう一個しかないと思ってて、教育しかないと思うよ。どんだけ経済政策やってもこの教育だと無理だと思う。まず、愛国心を持つのが恥ずかしいことみたいになっちゃってるし、日本人が日本人としての、アイデンティティみたいなもん。だから、愛国心を持つっていうとさ、右翼ですかっていう風な印象になっちゃってる時点でもう終わりなんだよ。普通の国って 普通の国って自分の国好きなのが当たり前だから、愛国心持ってるのがスタンダードなはずなのに、当たり前のことなはずなのに、愛国心っていう言葉が出てきた時点で右翼の匂いとか、右翼っていう、もう特殊な人ってなっちゃう。日本人の感覚がやばいと思ってる。おかげさまで、ルナさん、はい。もしよかったらもっと稼がせてください。だからまあ、あとバランスももう取れなくなってるよね。官僚が優秀だったからさ、どの業種をどのバランスで人口比率でどれくらい作るっていう配分とかうまかったりとかさ、どうやって国のお金を回すかって言ってやってるけど、もう今は頭のいいやつだけが稼げる時代だから、
どんどん不平不満。憲法教育をろくに受けてませんでした。今も変わらないんでしょうか。俺なんか憲法なんか、憲法が何なのか知ったのは社会人になってからですよ。義務条項だけ教わりましたよ。本来憲法なんかさ、義務が課してある方がおかしいんだから。憲法は法律の上位概念であって、労働の義務、教育の義務、納税の義務があるっていうふうに、それがテストだよ。俺の世代の。で、今でも変わってないでしょ。だから日本人に憲法ね、論議なんかさせても無理なんだよ。憲法が何なのか分かんないんだもん。憲法っていうのはさ、国民が守るものでは本来ないんだよ。公務員を縛るものじゃん。だから、多分無理だと思う、もう日本は。もう、要は総家畜化が終わったと思ってるから。だから俺生活保護の問題なんかまさにそうだと思ってて、日本人の最後のセーフティーネットで生存権でしょ？税金は強制的に徴収してさ、逮捕する権限とかさ、強制権を国が持ってるのに、生活保護の国民を守る方の権利は強制的じゃないんだよ。申告制なんだよ。どういうことっていう。建前上はさ、ほら、思想の自由とかがあるからってことになってるけど。よくわかんないよな。だから日本の法律上ね、ルール上というか仕組み上、浮浪者はいない、ホームレスは一切一人もいない定義で法律組まれてるからね。ネットカフェ難民なんていませんよ。路上生活者なんていませんよ。もうシステムの歪みだよね、完全にね。あ、本音と建前ね。だからまあ、そのパチンコ風俗とかもそうだよね。でももうそんな時代通用しないと思うんだよな。昔はそれで回ったのは事実だと思うけど。70年間価値観が変わらなくて憲法を維持するっていうのはちょっと不可能だと思うから。まあ、ギャンブル買収ね。そう。だからまあ、ただドイツやアメリカのインテリ層は日本の仕組みを参考にしろって論調強いんだよね。それはだから多分今の日本を理解してないからでしょ。昔の日本でしょ。昔の日本だよ。多分。なの先進国が抱えてる問題どこも一緒だと思うけどな。これから中国もとんでもない、そのなんだ、あれが来るじゃん。なんだ、高齢化社会が。だから中国なんかやばいと思うよ、本当に。高度成長期時代っていうか、どうなんだろう。日本はでも格差は少ない方だと思うけど、もう止められないとは思うかな。いや、俺今起こってる現象は全部バブルのツケだと思ってるから、バブルとセットで考えないといけないと思ってて。俺らなんかさ、生まれてからバブルのね、ツケ全部払わされてるようなもんなんだから、ちょっとよくわかんないよね。なんかでも、いや、なんかおかしいなって思うのがさ、そう、だったら道路使うなみたいな単純な論調をする人がいるじゃん。こういう議論をした時に。そういう簡単に片付けちゃいけない話だと思うんだけどね。そう、経済政策の、いや、俺ね、経済政策だけじゃないと思ってんの。経済政策もあれなんだけども、思想のもっと根本的に言うのは思想の問題なの。だから教育しかないっていうことよ。いや、税金の使われ方よりもね、もう税金の徴収の仕方が全部だよ。使
使われ方の問題じゃない。うん。年金制度がダメなわけじゃないんだよ。年金制度は別に少子高齢化が起こらなかったら問題にならないから。そうじゃなくて、なんていうの、政治家が票取りゲームに特化しちゃうと、要は、人口の多いところを優遇するじゃん。で、日本の問題なのは、お年寄りがお金を持っていて、お年寄りが票が多いから、お年寄りを優遇しちゃうと。ただ、冷静に、普通にみんなが国のこと考えたらわかることなんだけど、今現役で働いてる人が、ね、お金が稼げない時代、国っていうのは滅ぶんだよ。どう考えても。普通に冷静に、小学生でもわかると思う。いや、思想、ビジョン、哲学みたいなことじゃなくて、要は今話してることに尽きる、コークさん。で、それを根本的に変えないともう無理なんだと思う。そう、拝金主義になっちゃってるから、もう。そう。拝金主義になっちゃってるんじゃなくて、拝金主義者は絶対現れるんだけど、いいか悪いかとか、そういう話じゃなくて、それは別にいいのよ。ただ、拝金主義なのが一番効率的であるっていうふうに、子供たちが判断しちゃう国になってしまったってことね。うん。そう。拝金主義な方が得をする社会になっちゃったってことね。俺はその社会構造の方に問題があると思う。拝金主義者が悪い、いいとかいう話じゃなくて。制度がダメなんじゃないんだよな。もう、国のね、もっと根幹の部分なの。だからもう教育しかないと思うよ。だから工場労働者とね、軍人を作る教育にはもう限界があるって。今だって一番必要のない人材なんだもん。語弊があるようであれだけど、別に工場労働者と軍人がいらないって話じゃないよ。それはコンピューターに取られちゃうよって話だから、差別的に捉えないでほしいんだけど。道徳とか哲学とか大事だけど、国民年金は30年後いくら支払いあんのかな。簡単に言うと、現役で働いてる1人が4人のお年寄りを支える制度になるから、破綻。今は4人が1人を支えてるっていう数字だったのが、もう今3人に1人ぐらいになってんのかな、現在。現役の、それ1人10万払ったら30万で年寄り養えるみたいな仕組みだったんだけど、1人の働いてる現役層が4人のお年寄りの生活を面倒を見るっていうのが、生活保護じゃなくて、国民年金。あと15分だ。家に来てくれんの？のんちゃん。待ってるよ。哲学や道徳とかじゃなくてね、もっと幸せになること。これ本物だよ、のんちゃん。ご飯食べようね、一緒にね。なんていうのかな。幸せに生きることを教えないともう無理なんだよ。そう。変な話だけど、ね。じゃあ、配信業は乞食だって言ってる層の人に、ね。月100万円稼げる能力があると思う？俺は言おう。国のために言うわ。叩かれてもいいや。国のために言うよ。また叩かれるけど、ね。配信業が YouTuber はとか、乞食だとか、言ってる層の人がいるでしょ。その人たちが、ね、月100万円稼げる能力ないよ。極端に言えば終わってるんだけど、このまま滅ぼすわけにいかないじゃん。
だから、いや、月100万稼げるやつとか、そういうことじゃないんだよ。だから、それが拝金主義なの、まさに。お金を稼いでるやつが勝ちだ。ま、金稼いでないと負けたが、この社会のルールに変わっちゃったのよ。ハートココありがとう。バタフライテール許したい。そうじゃなくて、もう、すごい、いいっすか？語って。いいっすか？語っていいっすか？誤解されてもいいわ。言うわ、俺は。搾取の構造なんだよ。人間社会って。基本的には搾取の構造で、ピラミッドの構造なの。これはね、もうね、どんだけ発展しても変わらないの。民主主義って何なのかって、ピラミッドがあって、貴族階級があって、市民が勝ち取るっていうところにロマンがあったわけよ。昔は。いろんな時代があって、その特権階級があって。でもね、繰り返しなの。民衆が力を取り戻したってやっても、結局今数百年経ったらまたピラミッド作ってるわけよ。で、そのご先祖様たちが勝ち取ったこのピラミッド崩したぞっていうゲームが幻想だったの。2代3代続いたピラミッドで特権階級できて、今7人、世界中の富のね、半分は、7人が所有してるとかいう時代なのよ。だから、結局歴史は繰り返すんだよ。だから、100年後暴動が起こるんだよ、日本でも。だからいつも言ってるじゃん。スラム化が始まると、特権階級が生まれると、日本にも。で、その中で、イエス・キリストみたいなやつが、下の階級から生まれてくると。で、全員暴徒化すると。もうその繰り返しなんだよ。と思うよ。だから、俺らの世代ではそれは起こらないと思ってて、俺は。ただ、石野の生き方とか、浅井さんの生き方とかを伝えていかないといけないの。バブルの歪みで生まれた、なんて言うんだろう。オウムはだからまさにそれでしょう。取り残された人たちの噛みつきでしょ。もっとでかい規模で起こると思うよ、俺は。だオウム真理教は、全部、ねえ、上層階級に噛みついてたわけだから。わしらなんて石運んでるだけで幸せでさ。いや、だから、働く喜びみたいなのがあったと思うんだよ、多分。昔の日本には。貧乏だったけど。貧乏だったのに幸せだった時代があると思ってんの。それは、何から生まれるかっていうと、今より明日が良くなるっていう希望なんだよ。まあ、続いてますよ。今より明日が良くなるっていう希望から生まれてきたんだと思うの。貧乏でも耐えられる。だけど、今は 明日悪くなるっていう。実はこれは思い込みから来るものなのね。国民の雰囲気みたいなものなの。だから官僚がね、ビジョンを示せなくなった。政治家がこの国のビジョンを示せなくなったっていうことが、俺政治家の一番の役割は、俺はビジョンを提示することだと思うの。それができなくなったんだよ。要は国民の票取りゲームに変わっちゃって、国民の顔色がかかって嫌われないこと、好かれることみたいな。だからポピュリズムにどんどんなっていくんだよ。世界中で起こってることじゃん。ポピュリズムでしょ？全部。まあ、しょうがないよな。じゃあ今度、俺は、何を思うかっていうと、だからいつも言ってるじゃん。貧乏でもいいから幸せになることを心がけてんの。だからいつも言ってんだけど、お金持ちになることが幸せに通ずるんじゃなくて、実はお金を持ってなくても幸せっていうのは存在するんだよっていうことを常に言ってて、それがね、多分ね、主流の価値観になってくると思うの、これからの。これからの。だって YouTuber になりたいって言ってるけど、稼げるからじゃないんだよ。子供たちは分かってるんだよ。だって、ヒカキンなんか1億しか稼げてないんだよ。1億しか稼げてないんだよ。わかる？そう、冷静に考えたらそうでしょ？ 1 億しか稼げてないの。金じゃないんだよ。
自己経済っていうかね、経済の評価基準が金じゃなくなってきてんの。最近の若い子は。それよりもツイッターのフォロワーとか、YouTuber の登録数とかの方が価値があるっていう風に気づいてる。要は、仲間がたくさんいた方が幸せだっていうことに気づいてんの、子供たちは。だから子供の感覚っていうのは信じた方がいいっていうか、バカじゃないんだよ、子供って。洗脳されてないから。何が一番キラキラしてるかっていうのが分かるの。その人間の本能があるから。没落していく国の雰囲気、若者が一番感じてるだろうね。でも、実はその中に希望みたいなのがあるんだと思うよ。俺は金稼ぐことはちなみに悪いことだと思ってないからね。そこは誤解されないでほしいんだけど。働くこともいいことだし、金稼ぐこともいいことだし、そこは誤解されやすいところなんだけど、もっと根本的なところだね。みんなね、例えばアンチコメントで、俺、インターネットの仕事にしてて、コメントとか常に携わる仕事だからよくわかってるんだけど、はっきり言うよ。誤解が一個あって、若い人がコメント荒らしてるわけじゃないんだよ。50代の男なの。もう完全にこれなの。ネットで、誹謗中傷するとか、もうね、40代後半以降の男性なの、これは。若い人はすごく、マナー守ってんの。30代以下は。これ本当にあるよ。そう、あぶれたい。その通り。ボーイさん、ありがとう。俺の言いたいこと汲み取ってくれて。そういうこと。あぶれた人間でも幸せになる社会を作らないといけないの。その通り。それが言いたかった。ありがとう、まとめてくれて。そういうこと。で、あぶれた人間が増えてくんだ。むしろ若い子は結構マナー守ってネットに携わってるよ。今の若い子は。ごめんね、ちょっとなんか映像が、色調が変わるから、ちょっと変わるね。どれがパチパチしてんだろうな。どこだろう。これかな。ホワイトバランスかな。これだ。今まではただふるいにかける教育でしたからね。ふるいに落とされた連中はほったらかし。リスナーさんのレベル高い。まあこういう話をひたすらやってきてね、付き合ってくれるリスナーさんだから、まあ俗に言う意識高い人たちだよね。だから俺はね、よく主婦の方とか子供いらっしゃるシングルマザーのリスナーさんによく言うの。一番尊いことをやってるのはあなただよって。だって、そう言わない、言ってあげないとダメなの。それが普通の国なんだと思いません？命を作ってさ、子供育ててるのが一番尊いんだよ、この時代で。なのに、その人たちをないがしろにするようなことをしちゃってるんだよ、今の社会って。だから俺は意識的に言ってるの。だってこの時代で子供を産んで育てて、未来の日本を作ってる宝なはずなんだよ。本来、もうどんな歴史でも、どんな時代でも国、子供は宝だったじゃん。今子供よりも多分月収100万円の方が欲しい時代でしょ、みんな。狂ってるよ。俺だってリスナーさんにさ、言われたことあるもん。今の時代で子供産むのかわいそうだから私子供産みませんって、生の声聞いたことあるよ。それが現実だよ。怖いんだよ。今の日本に子供を産むのがかわいそうって思っちゃうのが、子供を産める人の感覚なんだよ。そう、子供を育てるっていうことは一番大事なことなんだよ。だから自信持ってね、お弁当を作ったり、ね、子供を育てる仕事をしたりとかさ。別にその人に金配れとは思わないけど、なんて言うんだろうな。その人が少しでも楽になったりとか、子育てしやすいような環境を作らないとダメだよ。
託児所がないっていうのはどうなんだって。老人ホームが腐るほどあって託児所ないって。俺はね、もう分かってんの。一番もう完璧な和道それだっていうのを教えてあげようか。託児所がないって問題あったじゃん。簢単だよ。老人と子供を一緒に住ませるのが一番いいんだよ。だからちょっとボケちゃった老人と子供は感覚が一緒なんだから。で、子供、老人もハッピーになるよ。子供好きなんだもん、お年寄りは。なんで託児所と、老人ホームを一緒にしないのかっていう。それをやるのが政治家だと思うのよ。だから、行き過ぎた自己責任社会の成れの果てが今の日本だよ。ビッグボールさん。俺はその前の段階を言ってんのね。行き過ぎた自己責任社会の歪みが今の日本だよ。だから本当、だから、社会とは何なのか、国とは何なのかっていうのを分かってる人がどれだけいるのかっていう話よ。あー、すごいね、マザーファッカーさん。進んでるね。あー、そう、ヨウさん。あ、いいね、いいね。産まなきゃいい。まあまあ、でも、まあ、悪性で滅びりゃいいんだよ。俺はそれも一個の手だと思ってる。滅びりゃいいんだよ。俺はそういう手段もありだと思うよ。一回滅んじゃうっていう。そういうのも手。滅びる。そう、破壊からそう、スクラップ&ビルドだよ。まあ、だから、そう本来はね、戦争が、俺ね、やっと分かったの。戦争ってなんで起こるんだろうって。金が儲かるからとか、宗教がとか、いろんなことを考えてたんだけど、俺がたどり着いた答えの新しい側面、公共事業。それトマ・ピケティも後で本読み返したら指摘してたんだけど、格差の分配をフラットにする唯一の方法、戦争っていう手段があるのよ。国が戦争の時になったら金持ちから強制権発動するでしょ。昔はそれでね、だからね、人類の本能の一つなんだよ。闘争をするって。公共事業でやってたんだよ。側面の一つとしてね。公共事業っていうだけで戦争してたとは言わないけど、やっぱりだんだん社会とか世界情勢とかを見えるようになってくるとさ、わかるんだよ。IS 滅ぼした後さ、エルサレムで急に 活発化したりとかするじゃん。あれもう完全な大人の事情なの。長寿は別に美徳だと思うけどね。だけど、俺はやっぱりお年寄りの人も唱えてほしいね。票を入れてほしいね。自分が余命あとわずかなのに、なんつうの、自分が得をする社会っていうさ、エゴのための政党に入れるんじゃなくて、働いてる人たちが幸せになる社会の政党に入れるっていうふうにもしなったら、日本は変わるだろうね。ただね、俺ね、実はね、日本の再生の道は見えてんの。実は。これ最近言うようにしてるんだけど、今生きてる老人も全員死ぬから、金回るよ。そう、実は富の再分配が一気に起こるんだよ。初見さんいらっしゃい。富の再分配が一気に起こるし、実はね、そういうビジョンを官僚が提示しないといけないんだよね。
そう。だからね、実は再生するんだよ。だから、ほっとけばいいんだよ。なるようになるんだよ。クラブ相席屋を作った方が劇的にいいと思う。でも、政治家は得しないじゃん。まあ、あと、そう、日本はね、もともとね、人口が多すぎるんだよ。国土の面積に対して。だから人口が減るのも本能だと思うよ。3000万人ぐらいがちょうどいい。大学の教授で数学やってる人がね、言ってたよ。日本人は3、4000万人の人口が一番内需が回るって言ってた。江戸時代の水準。だから実はね、1億2000万人いる方が実はおかしいんだよ、この国が。Google は支配してるじゃん、実際。だから国籍、グローバル化って何なのかっていうと、民間企業が国になるんだよ。そうそうそう。土地の面積で計算したらね、3、4000人でも普通なんだよ。だから、1位になろうとしすぎてるんだよ。GDP とかで。上位に居続ける方が、あんなの、ね、おかしいんだよ。もう20位とか25位とか30位とか、その辺が普通なんだから。人口と。だからさ、冷静に考えたらさ、冷静に考えたら、飯が食えて、働いたら飯が食えて、家があって、衣食住があって、ね？幸せじゃん。普通に考えたら。で、日本で働いたら飯が食え、餓死することないし、そう。でしょ？廃れるって考えてる方がおかしいの。まあ、パソコンが、全員持てて、スマホが全員持てて、飯が食えて、家があるんだから、絶対幸せなんだよ、普通に考えたら。それが普通だっていう価値観に転換していかないとダメだよね。ああ、そうなんだ。オルフレンさん、ありがとう。ちょっと読んでみたいな、それな。日本は人口構造が逆ピラミッド型だから、海外投資家は否定的な意見も多いよね。廃れた瞬間に無政府状態のソマリアみたいな国もある。まあ、でも、なんだろう。俺はなんか、ひろゆきが海外、もう、あれは完全に日本から逃げたじゃん。頭いいやつはそうするでしょう。 日本はほら移民を受け入れてるから、もう20年後30年後ぐっちゃぐちゃになるよ。先進国である日本が前提でチヤホヤされてるから、相手されなくならんかな。相手されなくていいんだよ。もうだから、でも先進国全体で起こってることだからね、これは。日本だけが抱えてる問題は少子高齢化だけど、格差は全体で起こってるから。要はね、もう上級国民は、その上級国民の国に住んで、総奴隷化になるんだよ。だから、やりがいのあることを今のうち見つけておかないとやばいよ、若い人は。保証なんかされないよ。やりたいことを見つけな。20代、10代の人は。カナダに行きたいけど、密かに目論んでる。実現しそうにない。全然できると思うよ。カナダに移住してる人増えてるんじゃなかったっけ？カナダで農業をやる日本人だっけ？すごい儲かるんだよね。仮想通貨導入の利点と今後の銀行についてどう思う？仮想通貨導入、誰が導入したかによるな。仮想通貨導入ってどこ目線かな？今後の銀行について？仮想通貨導入が誰が導入したかっていう、
ことが知りたいかな。そっから議論しましょう。そう、マインド変えるしかないよ。麻生太郎の移民発言炎上したけど、北の木造船とか見ると太郎は言い過ぎでもなさそうな。あ、ごめん、ニュース見てねえからどんな発言したか前提が分かんねえわ。多文化、違うよ。今日本がやってる政策っていうのは、今の維持をどうやって維持しようかっていうことを考えてるから、それだと移民を受け入れるしかないって話なの。俺は移民受け入れないで、要は生活 GDP の水準とか下げていいと思ってんの。それが俺の考え。だからもう無理よ。止めらんない流れなんだよ。僕資産は海外エスペケープ組なのは、もう日本で税金払えないですね。まあまあそうなるでしょう。ね、ベトナムとかマレーシアとかに簡単に口座作れて、デビットカード切ってれば金利で回るんだからね。 移民反対、 GDP 下がっていいと思う。まあでも反対しても止めらんないけどね、もう。ヨーロッパ見てても失うものは大いにありそう。麻生太郎は戦争で北から移民が流れてきたら即に射殺発言。元総理大臣の発言だと思えないんだけど。北から移民が流れてきたら即に、射殺するのが、日本国民として。 いや、もうすげえな。尖りすぎだろ、本当に。ウケるわ。そんなこと言ってんの？ほう。いや、もうすげえな、ほんと。あ、そう。すごいね。移民は本当に反対。GDP なんか、俺たちに何の意味がない。だからそういうことよ。ないよ。ないよ。ないよ。正解ちゃん。それが答え。何の意味もないよ。MMH がわかんない。ごめん。似てる？いや、俺、麻生さん好きだけど、好きだけど、大丈夫かっていう。好きだよ、俺も。好きだけど、もうしょうがねえな、本当に。いや、射撃協会？ああ、まあね。オリンピック出てるからね。世界的な投資家も似たようなことを言ってる。選挙の票取りゲーム、老人優遇。彼は自分が10歳日本人なら国の未来に絶望して国外に出ると言ってた。まあそうでしょう。その資金があるなら。優秀な人は海外に逃げるでしょ。金を逃がすっていうことはそういうことだから。だから俺は特権階級を作れっつってんの。金持ちが国民にチヤホヤされて、この国に、投、なんつうの。投資したいって思うようにしないとダメだ。金が儲かるじゃないの。金持ちは見栄を張れるようにする社会にしないといけないの。それが昔のバブルの頃の日本の法人税。要は、お前らこれで寿司食ってこいよって。あれは国策でやってたわけだから。そう。税金取られたくないと思うのは人間の心理なんだから。だったら、お前ら使ってこい、会社の経費でって、見栄を張れるわけでしょ。だから、要はね、末端のボリュームの一番多い層から税金取って、小銭チャリンチャリンやった方が儲かるって考えたら終わりなんだよ。金持ちとか能力の高い人には、が尊ばれる社会にして、で、その人たちが金を配る社会にしないと終わるんだよ。まあでもね、無理だね。もう、そのグローバル化の波で無理な。資産がちゃんと構成されてれば問題ないですよ。MM2H とはマレーシアに10年住めるビザらしいですよ。あ、ありがとう、さやちゃん。いや、俺がさっき言ったマレーシアとかシンガポールとかベトナムって言ったのは、向こうに銀行を作るの。で、資金を移動させて、デビットカードを渡されて、日本でデビットカード切ったら、向こうで金が膨らみ続けて、日本で決済ができるっていう。要は、
節税という名の脱税だよね合法的な脱税の話ね。だから、あの、向こうに移住するっていうわけじゃない。俺が言った方法論。まあ、簡単に言うとは、慎吾さんと俺の会話だよ。いや、もうそれは5年前、6年前から始まってたの。社長たちみんなやってたから。そう。H&S の沢田さんが、ね、子会社作ってパッケージ組んでやってたぐらいだから。そう。もう終わってるんだよ、だから。金持ちが日本に投資しないっていうか、日本で稼いだ金持ちが日本はダメだっつってんだから、もう終わりなんだよ。だから優秀な人間はもう日本に金なんか使わない。でも日本っていう国が、は身を置いておきたいの。飯がうまいし、豊かだし、治安がいいから。でもそうなく、そうすればするほど、もうそれが崩れるよっていう話ね。治安がどんどん悪くなる、スラム化する、警察が機能しなくなる。汚職にまみれる、うん、だからそれもここ10年20年で変わっちゃうよっていう話よ。だから蓋を開けたら地獄化するから、結局逃げてくのよ人も。だからそれを最初に読んでもう移動したのが俺はひろゆきだと思ってる。要はミサイル飛んで空襲警報鳴ってんのに戦争状態じゃないと思ってんのやばいでしょって、うん、いつ撃たれてもおかしくない状況だから逃げたん。正しい判断でしょ。だからもう最後の切り札は俺はベーシックインカムだと思うよ。ベーシックインカム推進派じゃなかったけど、もう無理、うん、国民がバカすぎるから、もう要は騙してでもばらまくしかない。実は貧乏人がより貧乏になる政策なんだけど、しょうがない。もうまあこんなこと語ってもね、意味がないっていうのが悲しいけどね、うん、でもね、俺はね、いつか響くと思ってんの。生活保護の問題も5年間語り尽くして、最近やらなくなったでしょ。俺昨日の放送終わりに LINE が来たの。 YouTube 見てますって、今相談乗ってもらえませんかって。俺 LINE 返さないの知ってるでしょ。返したの。1時間話し合ったの、その人と。今その生活保護ネットカフェ難民ですって。今和道さんの放送 YouTube で見ました。ふわっちは登録したけど携帯持ってませんって。だからあの見れてないですって。で過去の生活保護の見てて、今こういう状況で助けてくださいって、いや知識くださいって、1時間やり取りしたよ。俺はすごい嬉しいの。あの時助けられる人とか問い合わせいっぱい来ればいいなと思ったけど、来なかったわけよあんまり。だけど5年後に役立ったわけ、過去の動画が。貧乏人が負けだって思ってる発想がもう負け、貧乏組に勝ち目ないっていう発想がもう毒されちゃってる。もうその価値観を転換するしかないと思ってる俺は。貧乏な人が稼げるようになるはずがない、構造上。金が儲かる方法を貧乏人に教える金持ちなんかいないよ。でしょ。せやかさんハートありがとう。でしょ。儲かる方法を人に教えるなんてバカいないんだよ。そんな金持ち聞いたことないよ。だから俺はネットワークビジネスありだと思ったの。構造上貧乏な人を勝たせないと金持ちになれない仕組みだから、俺はネットワークフェアだと思った。でもそれでも無理。それをネズミ講だって叩く国民だから、貧乏人が。そう、その貧乏人を救うシステムを貧乏人が叩いてるぐらい洗脳されてる国だから、もう無理。俺はだから資本主義降りたの。そう、資本主義のゲーム降りたからね、ヤバゾーね。ちゃんと勉強したらネットワークビジネスが、あの、努力すればするほど稼げる仕組みで、権利収入を持てる仕組みだっていうのに気がつくはずなんだよ。だけどもう決めつけで貧乏人が突っぱねちゃってんの。洗脳されてんだよ、もう。
ダメよ。貧乏人が貧乏人を勝たせないと自分が金持ちになれない仕組みってすごいんだよ。子供たちは生きる力をつけてもらいたいですね。鳥間ご飯しながら飲むって。はいはい、了解です。だからネットワークビジネスのトップの人たちがどれだけ働いてるかとか見てないんだよね。だからもう想像で語っちゃう時代だからもう終わりよ。で、俺が別に、なんていうのかな。俺が別に言わなくてもね、要はもうただ生きてるだけで気づくやつっているんだよ。ただ生きてるだけで勘のいいやつとか頭いいやつって気づいてるの。そういうやつはほっといても稼げるから。そういう優秀なやつをどうするかの問題はいいの。どの時代でも頭いいやつ、優秀なやつはほっといてもうまくいくの。問題なのは、死んじゃってる人たちなんだよ。希望を見出せなくて。あと、虐げられてる人たちをどうするかなんだよ。今、シコシコしながら稼いでます。頼むぞ、ヤバぞ。お前が億万長者になって花火爆投げしてくれんの楽しみに待ってるぞ。頼むぞ、うん、ぶっ飛んで稼いでくれよ。もし本当にやばいぐらいえぐぐらい稼ぐようになったら俺に投資しろ。俺はできるやつだから。俺がその金有効に使ってやる。別に俺はサラリーマン社畜ゾンビだとは思わないの。待ってるよ。俺に作業所作らせてくれ。特に一番虐げられてる、一緒に救おう。精神障害者を。あの人たちの能力の高さ俺分かってるから。メンヘラ専門家に任せろ。メンヘラ軍団作って、この人たちが社会に役に立てるんだっていうのを証明するから。作業所作りたいの。俺は映画作業所作りたい。3000万必要なのね。IT に特化した作業所作りたいんだよね。なんで、会社法人で作りたいかって言ったら、作業所として助成金もらいながら、仕事を回していくっていうのは第一段階なんだけど、その人がコンテンツ、優秀なコンテンツ作って育て上げることができた、利益を生み出せるようになったら、そのまま作業所だけでその会社へ雇用できるでしょ。実は一番綺麗なスキームなんだよ。助成金もらって、そのまま助成金でやるっていうよりも、はるかに、社会貢献になるでしょ。それがやっぱ必要だと思うんだよね。本来の経営者の役割っていうのはさ、やっぱり従業員を育てるっていうところじゃん。今育てることしなくなったでしょ。会社が効率悪いから優秀な人間をヘッドハンティングする。で、あとはもうバイトでいいやっていう、単純労働だけさせようっていう二極化が始まってるじゃん。だから今度はそれをやったら外人でいいやになってるから。サラリーマンが社畜ゾンビっていうのはあんまり俺は言えないかな。だからその発想が変わらないとダメだと思ってて、要はね、今稼いでる人は
金持っちゃってる人はそれを言っちゃう社会になっちゃったのよ。要は頭のいい人、優秀な人間がサラリーマンやってるやつバカだよって言っちゃってる。でね、それってすごく悲しいことで、本来の社会であった頭のいい人たちだったらさ、底辺の社畜とか、底辺の、単純労働者とか、サラリーマンがいて成り立つっていう構造だったから、ちゃんとリスペクトがあった。じゃないと人が離れていってうまくいかないっていうスキームだったから。でもどん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 人を使わなくても稼げる社会になっちゃってるでしょ。だからやってるやつバカだよになっちゃった。そう、やっぱりその稼ぐ人は、そう、なんだろう、そういう人たちのおかげで成り立ってるっていう風なことにならないとダメなんだよね。だから悲しいよね、ちょっと。使えるっていうのは適材適所だと思ってる。発達障害とか精神障害は適材適所。でもまあ、プログラマーとか開発者とか発明者とかがさ、全然稼げないっていうのもちょっとおかしいよな。どん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 人材ぶっこかれちゃうから。クリエイターめちゃめちゃ優秀だよ。エンジニアクリエイターめちゃくちゃ多い。プログラマーとか。もともとプログラムが得意な人って、コミュ障だったりとか発達障害の人多いから。もったいないんだよね。だから食い物にされちゃう、企業の。プログラマーとか、その IT で働いてたら、あったらわかるんだよ。プログラム、優秀なプログラム書くやつことコミュ障なんだよ、本当に。で、オタクなの。給料、搾取されちゃうんだよ、頭のいい。そう、金融とかに強い。要は今、金融強い人が勝つわけよ。そう、労働環境を整えれば能力もできるんだけど。ああ、そう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 。ZOZO とか面白かったんだよ。あれ、千葉の会社だから、ZOZO なんかベンチャーの頃さ、みんなバスケットやってたんだよ、倉庫の中で。最初仕事ない時。音楽ガンガンにトランスかけて、バスケットやってた。イケイケだったの。有名だったよ。幕張じゃなかったっけ？ ZOZO って。ベンチャーだった頃ね、もうイケイケのやばい経営者がいるっつって。 ガンガンに音楽倉庫でかけて、ガンガンにもスケボーとか バスケとかやりまくって。 そう、あれはまあ新しい形だったんだけどね。あ、そんなにあるんだ。労働者で成り立ってる経営は難しいからな、今な。特に配信やっててわかるけどさ、やっぱり経営者とか個人事業主多いんだけど、投資系の人が多いね。リスナーさんは個人で稼いでる人がすごく多い。ビットコインなの、株なの、 FX なの。要は自由な時間があって部屋の中でパソコンで完結してる人が多いよ。だけどそいつらが花火投げねえんだ。 そいつら花火投げねえんだよ。俺それ知ってんだよ。労働者で成り立ってる経営者のタイプの人が金投げてくれんだよ。頼むぞ、個人事業主。いや、これ本当なんだよ。金持ってんだよ。だけど、メガホンじゃねえよ、やばぞ。そうなんだよ。金の大事さ、金融系とか、そういう投資系で稼いでるやつは、金の大事さ分かってるから、投げねえんだよ、そう。
生ポと変わんねえよこいつら。生ポとか儲かったら投げるっつって儲け続けんだから、頼むぜ本当に、頼むよ。そうなんだよ、俺は気づいたんだよ、うん、待ってるよ花火。ケチだかんなつって、なんだコーラ、コークもその口か、ロックオンだぜ。まあいいんだけどさ、まあでも本当にでもそういう人たちが中でね、ぶっ飛んで稼いで欲しいよ本当に。和道リスナー、和道の放送ずっと聞いてて、みんなが億万長者になってくんねえと俺稼げねえから。みすけこんばんは、頼むぜ。稼いでるくせに。あいよ、慎吾さん了解。頼むよ、ヤバゾー慎吾さん。100億ぐらい稼いで1億ぐらいポンと投げてよ。ワードって。約束守ったよ、つって。頼むよ、1億円ぐらいバーンって投げてよ。神回作ってよ。100億ぐらいね、稼いだら1億ぐらいへでもないでしょ。あの世に金は持ってけねえよ。頼むよ。稼ぎよくなるよ、うん、なるよ、大丈夫。親父は投資家だけど俺はフリーター、劣等感がやばみ。あ、そうなんだ、うん、いいんじゃない。いや、親が優秀だったら親の金使うのは子供の義務だと思ってるから、うん、いいんだよ。親父の金を使える可愛さを持ってればいいんだよ。8000億稼いだらガチに和道に100億投げるよ。いいよ、800億で言う、800億もいらねえから。80億で1億投げてくれよ。800億まで待てねえよ、ヤバゾー。80億稼いだら俺に1億投げるプランに今切り替えてくれ。今すぐプラン変更して。100倍桁下げて。8000億は遠い。長い。100億いらない。1億でいいから。1億でいいから80億にプラン変更して。なんでそんな気長なんだよ。なんで生涯計画なんだよ。またねえわ。うちは親戚も、いとこもガチガチの公務員。頭がみんな硬いです。そら公務員頭硬くなかったら日本やばくなるからな。うん。あ、でもね、上場企業の社長が言ってたの。NPO を作って寄付しますね。ああ思いっきり脱、あの、節税スキームが。綺麗な節税スキームだ。うん。だからさ、社団法人とか財団の意味わかんないもんね。まあいいや、そういう話は、いいんだよ。うちのリスナーに。いや、ちょっと慎吾さんね、こういうリスナーさん来るとね、そういう話したくなるんだけど。うん。まあいいや。うん、あのね、例えばね、みんながみんな金稼ぐっていう発想はダメなの。もう社会が成り立たないの。例えばね、利益率ばっかり考えてるやつが、飛行機の会社とか、ね、日本の JR とかで嫌でしょ？ JR のトップが儲けるぞーって。もっともっとスピード上げろって。もっともっと詰め込めって。ダイヤなんか関係ないって。よーし、運転手歩合制にするぞってやる？だから、ちゃんと、その、硬い人は硬い職業っていうのあるの。安心感があって、安定感があってって。それが社会なのよ。日本が全員さ、その、バカだなって言って、やったら日本社会終わるぞ。うん。安心安全を優先しないといけない職業がある。医者とかもそうだよね。うん。人の命に関わることだから。そう。だから、リスペクトって大事なんだよ。うん。本当にいろんな、どの職業に対しても、人類全体に対するリスペクトがないと社会回らん、うん、まあそれは難しいんだけどね。好きな仕事や趣味が仕事になれば最高ですねって。多分ね、仕事っていう概念が俺は100年後200年後なくなると思ってるから、うん、だからその歪みでこうなってると思うの。資本主義社会と、そう、仕事本当はする必要ないのにやることないから働かなきゃってなってるんだよ。
もうその最たる職業がこれだよ。本当は飢餓も克服して仕事の働かなくても社会回るんだよ。でも何千年と働いてきたから今更なくしたらちょっと怖えなみたいな思い込みで働いてるだけなんだから、怖えから変わるのが怖えから働いてんの。実際だから遊んでて暮らしてんだから、俺を見たらわかるでしょ、遊んでて暮らしてるんだよ、うん、だからその難しいんだよ今、転換期なの。俺はもう答え出てんだよ、仕事なんかする必要ないんだよ。こう言うとまた反感買うかんな。事実を言ってるつもりなんだけどな。でも断言するよ。100年後の教科書には人間は昔いっぱい働いてる人がいましたって書かれるんだよ。働いてたんだねって。いやいや、本当にそうだと思うよ。だって100年前だったらこんなさ、なんつう、こんなライフスタイル無理だったの。夢好きいらっしゃい。仕事はお金稼ぐ手段、うん、っていうよりも労働がいらなくなるって考えてるかな、うん、マスクマンズいらっしゃい。複数形なんだ。100年後には紙切れで殺し合いしてたって笑われるんだろうな。まあそうじゃない。うん。っていうかまずその物を所有しなくなるだろうな、ほとんどな。うん。データに置き換えられていくだろうから。漫画とか紙とかもなくなってくるだろうし、お金自体もね、なくなっていくと思うから。投資家じゃないよ、俺は。遊びに。うん。都合の悪いこと書いたの。いっちゃんお帰り。いいんじゃん、いいんだよ、好きにやらせりゃいいんだ、いっちゃんいいよ、楽しもう。
ふはふしか呼ばねえから、ふの感情は。競輪のこと話そう。いつもの口じゃん。俺は今大変だって、俺は苦しいっつって。金持ちから引っ張ってんだから。ギター、何聞きたいっすか？曲、どんな系がいいっすか？ギター、ジャケンさん。一曲歌いますか？長渕。一曲。ワンコーラスにしよう。一番だけ歌おう。競輪は八百長。でも競輪好きなんでしょ？固い絆に思いを寄せて、語り尽くせぬ青春の日々。時には傷つき、時には喜び。肩を叩き合ったあの日。あれからどれくらい経ったのだろう。沈む夕日をいくつ数えたろう。ふるさとの友は今でも君の心の中にいますか？乾杯。今君は人生の大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。ありがとう。微妙？あ、いいよ。パチパチ、ありがとう。いやー、ギャンブルっつうそういうもんだから、勝ってる時は楽しいっつって、負けた時は愚痴りたくなるの、ギャンブルなんだよ。負けたときはギャンブラーの真骨頂だよ。パチパチありがとう、ユームさん。こけ方わざとらしい。いや、負けたときはそういうもんなんだよ。しょうがない。それが人間の性なの。負け戦に美学感じないとギャンブルなんかできねえよ。どうやって負けるかって話でしょ。どうせ負けんだから。
必ず来る。うん、iPhone 欲しいな。 iPhone SE マジ欲しいな。 iPhone SE いくらなんだろう。 Amazon で見てみっか。いやマジ携帯電話壊れたのはほんと痛えわ。iPhone SE 本体売ってないのかな。どんだけ競輪好きなんだよ、いっちゃん。本体って売ってないの。売ってるか。スマホ壊れてね、使えなくて iPhone 買わないとと思って、デザリングもできないし契約も切れちゃって。 SE が好きなんだけど、なんか新型 SE が出るとか出ないとかいう話もあるし、どうしようかなと思って。 iPhone SE 欲しいわ。 SIM フリーでね、いくらで売ってんだろうな。まあね、形あるものは壊れるからしょうがないよな。5万。おかえりひなちゃん、お疲れ。 iPhone、新しい iPhone いくらなんだろうな。グレートレース、真剣勝負。いや真剣にやってるよ、大丈夫だよ。 iPhone SE Apple Store で売ってんだ。5万800円。どうしよう、この9分で終わろうかな。X はいいや、ハイスペックすぎるわ。X はハイスペックすぎる。 SE でいい、全然そんなに高いやついらない。飯食いに行くわ俺この後。うん、3万円から5万5千円か。まあ買うか。うん、この8分終わったら行くよ。ご飯食べよ。腹減った。
シムフリーじゃないとね、ダメだなと思ってるね。あれ、なんだっけ。テザリングしたいから、格安シムで。シムフリー必須だね。パン、そうだね、パンだね。朝も昼もパンだから。もう食べいっちゃう。待てねえわ。おーい。予算。花火ありがとう。男とか女とか関係ないから。 すごい。わお。すごい。なんで？なんでそういうこと言うの？キモいとかやめて。被害者、おお、カズお疲れ、いらっしゃい。きしょいってやめて、のんちゃんも。花火をしたらキッスだから。あはん。なんでそんなひどいこと言うの？キモいって。きしょいってやめて。すごいって言って。とんでもない。こちらこそありがとう、ようさん。ありがとうございます。何食おうかな。振り出しに戻ったな。ありがとうございます。すごいでしょ。山内という選手を殺してやりたい。やめなさい。そういう。ネットでもそういうことを書くと今捕まる時代だよ。カレーは食べたいね。おー、ウルアンさん、バカありがとう。チャンプルーか。いいね。ゴーヤーチャンプルー。俺はソーミンチャンプルーが好きだけどな。あれなんだよね。台湾料理に近いんだよね、ソーミンチャンプルーって。米粉でやるんだよね、あれ。ソーミンタシアわかんねえな。そう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 、ビーフンみたいなやつ。そう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 、そういうこと。うまいよ。パサパサしてるけどね、ちょっとね。油がよく合う。油が。そうそう、ツナ缶入れてね。そう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 。そう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 。嫌いじゃない、のんちゃん。なんでそんなひどいこと言うの？愛してるって言って、のんちゃん。そんな恋人に嫌いって言ったら嫌われちゃうよ。のんちゃん、ダメでしょ、そういうこと言ったら。ダーリンに優しくしなさい。ありがとう。名前のある、愛してるよ。ありがとう。
かまってあげて。いや、のんちゃんかまってるよ。すごい。のんちゃんにかまってるよ。ずーっと LINE でね、文句ばっかり言ってるの、のんちゃん。かわいいって。のんちゃんガチギレしてっかんね。LINE で悪口ばっかり言ってるから、ダメだよ、のんちゃん。ルアンさん、バカありがとう。必勝じゃないの。のんちゃん、いい子になるって約束したでしょ。悪い子だよ、のんちゃん。いい子。のんちゃん、いい子。のんちゃんは、ほんとに。のんちゃん、いい子になりなさい。いや、今いないんだよ。家に帰っちゃってるから。いやー、その裏返しはいらないわ。普通に好きって言ってもらった方が俺はいいわ。アスペだからそういうの嫌なんだよ。嫌いなの。そういう恋愛的な駆け引き嫌いなんだよ、俺。自分がどうなったんだろう。うわ、分かったよ、もう。まあいいや、今日はもうおとなしくすら寝るわ。寝る、しょうがない。これは、うん、どうしたのペコ。のんちゃんいなくて寂しいんでしょペコ。あとで遊んであげるよ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。